ちは、無重力のマサトです。ステディからね、新たにバーベルスタンドがね、販売開始されたんで、ちょっと今使ってるんですけど、詳しくはね、ステディ公式チャンネルの方を見ていただけるとね、まあ、僕が実際に使ってちょっとレビューしてるんでね、はい、もしよければ見てください。僕はメインのトレーニングが自重なんで、あまりウエイトってね、動画で見せることなかったと思うんですよ。昔にね、ちょっとハマってて、まあ多少はやってた時やったんですけど、まあそれでも1年以上前の話なんですけど、ただですよ、このバーベルスタンドをいろいろ使ってみたんですけど、これね、ウエイトだけじゃなくて自重もできちゃうんですよ。このチャンネルではね、このバーベルスタンドの紹介をそこまでするというわけではなくて、これを使ってできる自重トレーニングというのをね、紹介していきたいと思います。この動画はね、案件動画とかそういうのではないんですけど、まあ、ステディの社員なんで、僕が紹介するということは、まあ、PR にはなっちゃうと思うんで、一応この動画はプロモーション動画にはなってると思います。ただこの動画を出してステディからお金をもらうとか、そういうのはね、特別にお金をもらうとかはないんで、はい、そこだけはちょっとご理解ください。ただこの動画は自分のチャンネルなんで、まあ、個人の感想、忖度なしの感想をね、お話していきたいと思います。ということでね、今回もウエイトは使わないでね、自重ができるセットに組み替えます。この一番狭くした状態で、このバーがね、ディップスバーになっちゃうんですよ。ということでね、このディップスバーを使ってトレーニングやっていきたいと思います。もう自分のチャンネルなんでね、自由に服も脱がしてもらいます。このバーベルスタンドを買われる方って、まあ、ほぼ 100% ウエイトトレーニングをされる方だと思うんですよね。ただウエイトトレーニングプラス自重もできちゃうっていうのがメリットだと思うので、バーベルスタンドと別にディップススタンドを買わなくてもディップススタンドの役割をしてくれるというね、それが一番大きな点かなと思います。もうまず当たり前のことがディップスですよね。かなり安定してディップスが行えます。ディップスは胸筋の下部とか三頭筋がね、鍛えられますよね。そして次はレッグレイズ、腹筋ですよね。はい、止めることで L シット、これがきついんですよ。できない方はね、こうやって膝曲げてもらってもいいです。そして横ツイスト、腹斜筋、はい、こういうのもできます。腹筋に関してはね、もういろいろあります。こうやって足を動かすのもいいですしね、いろいろできます。そして次はシットアップですね。はい、全然できますね。これも体幹とか腹筋が鍛えられます。倒立やってみようかな。できるかな、ちょっと天井に足当たると思うんで足曲げて行うんですけど、倒立をやってみて、もし倒立ができたらそこから倒立の腕立て伏せをやります。まあ、これができたらね、これの耐久力ってかなり証明されると思うんですよ。ただ推奨されている使い方ではないんでね、おすすめはしないんですけど、まあ、できるかどうかっていうね、確認のためにやってみたいと思います。さあ、いけるでしょうか。頑張ってくれよ。よし、いきます。あれ？あれ？余裕やん。余裕でいけますね。じゃあプッシュアップいきます。あ、余裕、問題なくいきます。ではこの流れで90度プッシュアップっていうね、やつをやりたいと思います。いけましたね。こういう感じでね、まあ、全然切る。これ、あ、いいよこれ。ウエイトだけじゃなくて全然自重もいけますね。まあ、それは自重だけやりたいのであれば、ディップススタートが絶対いいと思うんですよ。メインがウエイトトレーニングで、自重トレーニングもやりたい方にはね、おすすめです。まあ、という感じで僕らしく結構自由にレビューさせてもらいました。気になる方いれば概要欄の方にリンク載せておくので皆さん見てください。ということでね、またコンディションちょっと悪いんです。体を見ていただいたら分かると思うんですけど、仕上がりもね、結構甘いですしね、これからちょっとどんどんね、復活していく姿をね、お届けしていきます。そして合間にね、こういう感じのレビュー動画も出していくかもしれないんでね、まあ、どちらの動画も皆さんこれからもよろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。